えー、それでは、えー、時間になりましたので始めさせていただきます皆さんこんにちはう、えー、よこうこそおいでいただきありがとうございます、えー、令和に入りましてですね、えー、はや11日が過ぎました武田先生にちょっとお願いをしましてまあ、令和に入ったという段階で、えー、まあ、令和について少しお話もいただこうと今日は思っております、えー、令和に入りまして いいや完全になんか気がが変わったた感じがいたします、えー、日本だけじゃなくて世界の気が変わった気がいたしまして私は正直言ってちなみにあれは総理が決めるんじゃないですからね天皇さん決めるんですからね <laughs> であの天皇の名前は総理大臣なんか決めませんからねはっきり言ってねだからどんな名前にするのかなとずっと前から思ってたんですね。あれだけこのの平成の天皇は まあ今上皇さんですけども内閣と戦いですね筋を通された方ですからまあ息子もあれに輪をかけてすごい方ですからまあどんなふうにするのかなと私は非常に興味深く思ってたんです。大体その元号ってすごくてですねそもそも縄文時代その前の旧石器時代からずっと日本は続いてきたわけであります。それが大陸の文明が入ってまいりまして中国式に改まる時代が来ます7世紀ですね。 えー、大化の改新とかありまして、大化っていうのは現行の始めであります。訓、えー、読みしてみてください。これ訓読みしてみてください。大化け。大正ですよね。これ訓読みで何て読みます。大きく、正しいでしょ大きく正らすでしょこれ。<laughs> 明治嘘ばっかだからですよ。明治嘘ばっかで。 で大きく垂らすなったじゃないですか。ところが天皇さんが短命だったんですね。大正は短命だったですから、まああんま長続かないでですね。で昭和になっていくわけですよね。で昭和はまた戦争に突入しちゃったわけですね。で平成がありまして平成の30年間がありまして今日至ってるわけであります。まあしみじみその平成の30年間を振り返ってみたときですね。私はあの自民党と東大が 一番上から一番下まで残った感じがしますねこの平成は昭和の末ってやはり自民党と東大卒業生で日本を動かしてたんじゃないかなと思うんです平成30年終わってみたら一番上から一番下まで残ったのはまず自民党で上から東大卒業生だったんじゃないんでしょうかねすっかりこの30年間検出したのが東大と自,自民党と東大でだからもう今はっきり言って自民党が日本を救ってくれてまず思ったて人ていないですよね 野党がだらしないから、まあ自民党しかないっていう人はいてもですね、自民党が令和の日本を新しい日本を作ると思った人、多分ほとんどいないんじゃない。<laughs> だから東大卒業生がこれから日本を引き抜いてるって思う人、多分一人めないと思うんですよね。今見てるとね、えー、で、あれだから立憲制度の名残ですよね、あれね。立憲制度の名残で、だから最近はほら山本太郎とかね、松井ね関西のなんかこう。 あんまりこう形にとらわれない人たちがどんどん出てきてるじゃないですか。あれが本当の日本の力なんですよ。こうなんかこう整然とですね。ルールに従って動きてんじゃなくて、日本ってね。結構ね。アドホックいろんな人出てきて動くんですよ。豊臣秀吉だったら、生まれは古事記でしょあれ、それは関白までになるわけですから。あれが本当の日本の力なんですね。まあ、そういう流れはこう見る中で。私はそのどんな言語を何度か非常に興味深かったんですよ。一体何というふうに言われるのかね、天皇さんが。 霊話と出てきたわけですよ非常に最初私はびっくりしましたですね霊の字は言語に使うの初めてですね皆さんご,ご,ご存知の通りでこの字そのものはですねひざまずいて神の話を聞くというこういう神の声を聞くこ,この姿が漢字になったんですよこれ。霊の字はこの姿が漢字になったんですですからも初めから神が出てくるわけですねこの霊の字は だから今まで言語ででで一回も使ったこことがないんですよこれで今回お使いになったってことでもいきなり神が出てくるわけですから、まあ、それはそれはぶったまげの言語ですよはっきり言って。ぶったまげの言語でいやだからどんなことになるのかと思いましたよ4月に入って。そしたらですねノートルダム人の火災が起きたでしょあの時野興しちゃってみんなあそこカトリックですからカトリックってこうやって拝むの知ってます カトリックってこうやって礼拝するんですよ教会の中でですねみんなこうやって礼拝するんですよで教会焼けちゃったからみんな外でねみんなこうやってね見ておみんな礼拝してると思いました本当 <laughs> みんな礼拝しちゃってさこうやってやってんだよねあのフランス人たちが涙流しながらまさにこのひざまずいて天の声を聞く神の声を聞く形そのものだったわけですよねいやいやいや,いやこれはすごいことだなと正直と思いまして でさらにねこの元号というのは必ず出典がつくんですよねご承知の通りね、えー、漢字2文字だけでありましたらどこ探してもそれはあるわけでですね、えー、中国のものでもいくらでもありますからで出典って必ずつくわけですよで今回その出典が「万葉集」だったわけですね私もこれびっくりしましてですね確かに国書といえば国書ですがご承知の通りこれ全部漢字で書いたんですよ 「万葉仮名」という漢字で書いてありますからまあ日本のものといえば日本のものなんだけど中国じゃないって言ったらそれは嘘ですよね。だから別にその中国日本ってそういうふうに推奨もなくて実はその万葉集の1の1って知っっててます誰の歌から始まるか知ってますじゃあ百人衆って誰の歌から始まるか知ってます百人衆の一番は そう、天智天皇なんです。この天智天皇っていう方は、日本の皇室の歴史の中で一番この素晴らしい統治をした天皇という位置づけが今でも続いてるんです。その天皇家が代替わりしますよね。その模範とするみよ。はまあ、天智天皇が一番なんですよ。今でもそうです。で、それがあの百人一でで万葉集は実は有力天皇なんです。 万葉集は実は勇暦天皇で「一一のなんで籠よ,かごよ美しい籠を持ちヘラよ美しいヘラを手に持ちこの丘で名を積む乙女よ君はどこの家の娘なの名は何というのこの空光大和の国は全て僕が治めているんだよ僕こそなの家柄も名も」と、まあ、こう書いてありますよね。で,ですから「まあ、万葉集」最初に聞いた時ですねいやこれは <laughs> 大粛清にイノベーションに 民を思うだからいやさぴったりイメージ重なっていくんですよ今の上皇さんやその次の今の天皇さんとねいや今日本が一番求めてるところでしょう。だから令和の令の字よその本来の道を行こうとした孝明天皇が入れたかった字が令の字なんですよ。それ入れさせようとしたのが高辻家って言って菅原道真の子孫なんですよ。だそれ出してきたってうもう全部 もう歴史の舞台はこれ整ってるんじゃないですか。明治維新以降の時代、一回終わりにして、前に進む時はいよいよ来たんですが。世界もそうやって動いてるということですね。壮大なドラマが進行中です。今。ここまでかっていうぐらい、壮大なドラマが進行中です。従ってですね。ちょっと、まあ、現実的な話を考えますとですね。まあ、さっきのね、津波とかはよくわかりませんけども。まあ、仮にそういう津波があったり、なんかした場合にはですね。 変化は加速すると思ってください。日本も不幸なことに、例えばね。大きな地震があったりした場合には、変化は加速すると思ってください。決して元に戻りません。巨大な災害ってやつは、本当に来る場合はですね。歴史の変化は加速するんです。例えば。あの、ペリー来航ありましたね。日米和親条約結びましたね。あの後、安政の大地震が起きるんですよ。江戸の町の直感型地震が起きるんですよ。で、言語が変わるわけよ。だから。 あまり無茶はしない方がいい方がです無理な経営だとか無理な生活はしない方がいい割と余裕を持たせた方がいいいろんなことに対処できるようにしておいた方がいいしかし未来のことについて考えてないとますます混乱して立ちくむばかりでありますから自分が進むべき方向性あるいは後継者の要請イノベーションのことはいつも考えているべきでありますそしていろんな人たちとよく友達になるべきだと思いいます新しい友達はどんどんん作るべきだと思います。 それやっとかないと次の時代一緒に生きる仲間があまりいませんのでそれから業界の常識にあまりとわれないでください業界の常識はこういう時怖いです業界の常識はむしろブレーキになることがあるんです未来に対する業界の常識を捨てればうまくいくんだけど業界の常識にとらわれてだから失敗したという例はこういう時すごく多いんです業界の常識は怖いですそこは気をつけてください